ございます。それでは朝ごはんをご紹介します。子供も食べやすいように細かめに。水を切って、でこのまま使わない分はこの中 でこのまま冷蔵庫に入れて保存してます。そしたら昨日美味しそうなイチジクが届いたんです。昨日届いたけどちょっとお尻の方が傷んでるところがある。5個全部剥きました。ちょっと痛みかけてたし。パンを焼きます。そしたらサバの水煮回してください。何これ、うん、あ、ちょっと直すわ。汁はもったいないので後でお味噌汁に使います。ルーちゃんが来た。サバ缶の匂いがするからルーちゃん来た。オリーブオイル、あとはバルサミコ酢でもホワイトビネガーでもいいんですけど、今日はホワイトビネガーを入れてちょっとお塩も入れて、これだけで美味しいサバと水菜のサラダ。たまたまあったのが水菜だったんですけど、全然ベビーリーフとかでもいいと思います。で、イチジク乗せてんな。イチジクを乗せて完成。これつけて食べたりしますね。ちょっとね、いちじくが傷みかけてたから全部切っちゃったので、ヨーグルトの方にもいちじくを入れます。はい、いちじく三昧になっちゃったけど完成。今日のお昼はすごく綺麗な有機ニンニクと大あさりがお安かったのでスーパーで、はい、この2つでできるメニューといえばボンゴレを作っていきたいと思います。本当に綺麗なオーガニックのニンニクです。まずお鍋にたっぷりのお水でお湯を沸かせておきます。塩も適当に少し入れてます。いつもはこれぐらいなんですけど、ちょっとたくさんあるし新鮮なうちにね、せっかくだから食べたいので、ちょっと今日は多めにニンニクを入れてます。普段ニンニクがないときはニンニクチューブ4センチぐらいです。こういった小さいまな板はこうまな板を回せるからいいですよね。洗い物もめんどくさいのでいつもついつい小さいまな板を使っちゃいます。これはね、ヒノキのまな板なんですけど食洗機も使えるんですよ。オリーブオイル多めに入れて、温まったらここに先ほどのニンニクを入れるんですけど、ここでね、本来なら先ほど切ったニンニクと鷹の爪も入れたいところなんですけど、ちょっとね、鷹の爪は子供もいるので入れないです。今回はここに先ほどのアサリを入れて、そしてここにお酒大さじ1、お塩1つまみ、
その間にブロッコリースプラウトを切ります。そしたら、はい、アサリがパカッと開いて美味しそう。ここにしっかり湯切りしたパスタを入れて絡めます。これだけなんですよね。これだけなんですごい簡単なので、こう美味しそうなアサリがあったり安く売ってたりとかすると結構買っちゃいますね。お味噌汁にしても美味しいし。ニンニクとかで、あとはブロッコリースプラウトを散らして完成です。シンプルにボンゴレビアンコです。今日の晩ご飯は唐揚げ。我が家はだいたい鶏もも2枚でだいたい約 600g、 今回のはちょっと小さめで 536g なんですけど、だいたい 600g でいつも唐揚げ作ります。お昼使ったね、ニンニクも たくさんあるので、あの鶏肉の味付けにも使うし、揚げ物するからそのままニンニクも揚げていこうと思います。あとこの立派なエリンギ、こうなんか有機のエリンギなんですけど、あえて大きく育てたエリンギらしくて、このままバターソテーにしてね、食べると美味しいかなと思うんですけども、バターソテーにもしたいし、朝ね残しておいたサバの汁もあるからお味噌汁にも入れたいし、あとせっかく油使って揚げ物もするから揚げ物にもしたいしっていう感じですね。明日の朝用にバターソテー分は残しておこうかな。あとこれが鈴かぼちゃ、生でも食べれるらしいので、サラダ用に生で食べるのと、あとぬか漬けか浅漬けにしたいですね。あとね、とっても美味しそうなかぼすもたくさんあります。唐揚げに添えてもいいし、ちょっと時間がまだあるようだったらなんかカボスで一品作れてもいいですよね。はい、そんな感じで夜ご飯は唐揚げです。先に唐揚げの下味をつけていきます。はい、ちょっとご飯炊いてるから炊飯器がうるさいかもしれない。食べやすい大きさにいつも適当に切ってます。はい、ここに味付け、ニンニクチューブだと4センチぐらいいつも入れてます。ニンニク4つすりつぶします。ニンニク多めが私は好きですけど、匂いが気になる方は少ない方がいいですよね。はい、ここにすりおろしたニンニクを入れて、でお酒小さじ1入れるんですけど、ここについたニンニクがもったいないので、ここのニンニクを洗い流すように。あとお肉が柔らかくなるそうで、お酢も小さじ1入れてます。はい、そして粉末の和風だしも小さじ1。あと我が家はあと塩唐揚げなんですよ。なのでちょっともう塩麹が、これあんまり入ってないんですけど、塩麹大さじ1。ちょっとこの塩麹はね、優しい味の塩麹なんで、ちょっと大さじ1じゃ物足りなさを感じるので多めに入れてたりするんですけど、結構スーパーで売ってる普通の塩麹だと大さじ1かな普段。あと塩麹だけだとすごいまろやかなので、白をお塩を少々入れます。そしてよく揉み込みます。もうね、子供が大きくなってくるとこの600じゃ足りなくなってくるんですよね、きっとね。
もう次男もすごい食べるようになったら倍の1200とか皆さん作られるんですかね。まあいっぱいあげとく分にはいっぱいあげといたらお弁当とかにも入れれますもんね。はい、これで味を10分から20分ぐらいなじませてる間にお野菜を切っていきます。うん、鈴かぼちゃ、鈴かぼちゃは皮も種も食べれるんですって。種取っちゃった。生でしかも、すごいですよね。浅漬け、ぬか漬けはちょっと分厚めに切ってます。あと朝の水菜と一緒にサラダにするので、かぼちゃと水菜だけじゃサラダ寂しいかなと思って、こちらのひじきを水で戻しておきます。こちらは水で戻すだけで食べられます。切ったらね、意外にたくさんあったので、半分は無印のぬか床につけてぬか漬けにして、もう半分は浅漬けにしようかなと思います。今日はさっき余っただし、あとお塩少々だけでいいかな。これでおもしを入れて水分を出して、同時に味が染みます。これは冷蔵庫に置いておきます。美味しい。あと最後はエリンギ。エリンギはすごい大きい、立派。どうしよう、この大きいのはこのまま味付けしないで揚げちゃいます。そうすれば塩で食べてもいいし、ポン酢で食べてもいいし、好きなように食べれるから。そして小さい方はお味噌汁用に、サバ缶と一緒にお味噌汁用にしましょう。お味噌汁用もうちょっと切っちゃう。もう一個すっきりかな。大きい、本当に。あ、やっぱり肉厚なままの方がいいかな。肉厚のまた細いやつと両方あげよう。あ、もう一個あげるかもしれないし、でもバターソテーでも食べたいので、ちょっと一応これは置いとこうと思います。お味噌汁はあのサバ缶があるので出汁を取らなくても大丈夫です。いつも唐揚げの時は平たいフライパンでやってます。で、油は2センチぐらい。そして鶏はちょっとこう汁が出てたらキッチンペーパーで拭き取ります。さあ、うちは片栗粉だけで作ってます。いつも量的には大さじ5ぐらいかな。ちょっとお味噌汁のお湯が沸いたのでエリンギを入れます。片栗粉もうちょっとかな。はい、ちょっとこうあの揚げた形になっちゃうから、気持ちちょっと丸くして、一個一個丸くしておきます。カリッと、ち
と皮を外にして丸くしておきます。じゃないともうこのまま揚げたらこの形になっちゃうので。実は片栗粉がなくって、今充電も SD も切れて、揚げる前でよかった。そして片栗粉ももうちょっと欲しいけどもうない。もうエリンギ片栗粉なしで、あと今は主人が子供たちをお風呂に入れてくれているんですけど、泣き声がすごい。主人がお休みの日とか早く帰ってくる日とかじゃないと揚げ物は怖くてできないですね。はい、それでは皮を下にして揚げてるんですけど、これ上になっちゃった。ちょっとだいたいこのフライパン1個で鶏肉1枚分が揚がるので2回揚げてますね。でいつも温度も測らないでやってるから、今 SD なくなってあたふたしてる間に上がりすぎたかな温度は。ほらやばい、あーもうショック。やっぱり温度が、あそうだ、先にニンニク揚げようと思ってたんだった。もうバタバタになる。ああ焦げちゃったけど、まあ全然美味しく食べれます。いつも焦げ目がついたらこれぐらいになったら裏返して、で弱火にしてちょっとじっくりめに中まで火を通す感じなんですけど、今日はバラバラになっちゃった。醤油だともっと焦げやすいから結構塩でうちはやることが多いです。バラバラになっちゃった焦げ目が。これでちょっと弱火にして5分から8分ぐらいかな。ねえもーちゃん優しくやった、うん、はい、揚げてる間にお味噌汁にお味噌を加えて、そして朝ごはんで残していたサバのお汁を入れます。これあのサバの身もサバ缶そのまま丸ごと入れても美味しいです。はい、そうこうしたら唐揚げさんいい香りがしてきた。いい香り、ね、いい香りしてきたね。ちょっとゆっくりめに火が入ったかなって思うとまた中火に今戻してます。いつもこれで置いてる間にも火が通るので二度揚げはしません。エリンギは片栗粉をまぶしたかったんですけど、そしたらねサクジュワッという感じで美味しいから。だけど片栗粉がもうないのでなけなしの片栗粉をちょっとだけ吸ったんですけど、もうないので素揚げにします。この皮付きのまま揚げるんですが、いくつか息子が抜いてくれたので裸のものもあります。はい、
はい、その間に着々とサラダを作ってます。朝の水菜と、あと今水で戻したひじき。本当はね、このひじきと水菜を味付けて和えたかったんですけど、パラパラーとパラパラーと混ぜます。パラパラーと葉っぱと、あとはかぼちゃ、 あとあれだね、あのお昼ボンゴルに入れたかいわれも、かいわれじゃない、ブロッコリースプラウトも上に乗せておきます。はい、サラダできた。あと味か。はい、そうこうしたらニンニクが、つまみ食い、めっちゃ美味しい。これと一緒に、緑が綺麗だから緑が。大丈夫な、本当に。はい。お菓子を。はい、サラダはもうおなんか味付け したかったけど、もう時間ないやって時はいつももう、はい、オリーブオイルとバルサミコと塩。もう大体オリーブオイルと塩です。ニンニクとエリンギも塩、塩が一番美味しい。夜子供たちが寝てから片栗粉切れたのでナスを素揚げしてます。残った油がもったいないので余った油でたまたま冷蔵庫にあったナスを素揚げしてます。大好きな揚げる出汁を作ります。ニンニクもまた追加で揚げちゃいます。油がもったいないのでもう使っちゃおうと思います。はい、明日のおかずができました。ニンニクの丸揚げと大好物のナスの揚げ浸しです。はい、それでは今から編集して眠ります。おやすみなさい。いかがでしたでしょうか。とある一日の食事はもうちょっと頻度を増やしてこれからアップしていけたらなと思っています。今日のリップはこちら、レブロンキスグローリップオイル005番を使っています。関連動画にはとある一日の食事の再生リストとキッチンツアーを貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。